新海みゆき像は、秋田県秋田市出身の元大相撲力士。本名は、中野みゆき像。新海という嗜名は、荒海と読まれていたが、なぜかいつの間にか、新海と読まれるようになり、現在では、こちらの方が通りが良い。日清小学校高等科を卒業後に、地元の行道茶店に勤めた。最初、茶店に母に連れられて訪れた時に、 体格を見た主人から構造本人ではなく父と勘違いされた。1920年の暮れに単身で上京して入間川部屋に入門した。1921年1月場所に初土俵を踏むが、その後に出羽の海部屋へ移籍した。1925年5月場所に十両昇進。1927年5月場所で新入幕を果たした。入幕後、しばらくは、 幕内上位に行っては負け越して降格することを繰り返していたが、宮城山福松から金星を3個獲得する活躍を見せた。1932年1月6日に勃発した春十円事件によって脱退し、関西相撲協会主催のトーナメント戦で優勝した。1933年1月場所において、幕内格別席で起算すると、1934年、 5月場所で7勝4敗と勝ち越して、関分けに昇進し、1935年1月場所も6勝5敗と、勝ち越した。次の5月場所では2勝9敗と大きく負け越して、以後三役には戻れなかったが、1936年1月場所初日に、双葉山定地を破った。ところが、翌1937年の九州巡業中に、酒によってあやさくら、 吉太郎をビール瓶で殴ってしまい、5月場所を最後として強制的に引退させられた。不祥事を起こした矢先の引退相撲でも、衆議の分配をめぐって、師匠の出羽の海と揉めては師匠をも殴ったと言われている。引退後は年寄り、新井草襲名し、検査役を務めていた。1951年の廃業後は不動産業。 米価製造業など様々な事業に手を出したが、すべて失敗した。1975年からは生活保護の対象になってしまい、神奈川県川崎市のアパートに移り住んで一人暮らしをしていた。廃業した理由として、当時訪ねてきたケースワーカーに対し、年寄り株をめぐってこじれ、相撲から足を洗った若い頃に結婚したが、子供ができなければ10年で別れるという契約に、 従って別れて、それからはカズトだった、三鷹で不動産業をしていたが、不況で思うように、いかなり、川崎に引っ越してきた。国の世話にはなりたくないが、生きていけないんでねえ、などと話していたそうである。1976年2月17日、自身が吸っていたタバコの不始末からアパートを全焼させる火災を起こし、新海は自分の部屋で焼死した。71歳ボー しつこい足癖で鳴らした力士で、タコ足の深海とも称された。その代表的なスタイルは顎を引いて、相手の前、回しを取って食い下がり、足をかけたら、絶対に離さず、そのままも垂れ込むものだった。相手が低く腰を割った体勢でも構わず、足をかけた。だが、その取り口は、相手力士に怪我を負わせることも多く、前述のビール瓶事件に象徴されるように、 気象が荒く酒が入ると手がつけられなかったため、力士仲間からは嫌われていた。気象の荒さを物語る、具体的なエピソードは他にも存在し、新国劇の沢田章二郎が中耳炎で亡くなった際には、深海に殴られたせいだという噂が立った。寺山修司に深海の晩年を扱った短編小説がある。祖母さの一方で、親孝行で知られ、 巡業先から親に衣類を送ったり、戦時中でありながら、親に約40日の日本に一周旅行をさせたりした。宝川誠二、真鶴周五郎、長子田伝右衛門、玉西紀三衛門、そして自身を表す総称であり、いずれも気象が荒く喧かっぱやい力士であった。ABC ベースボールマガジン社、大相撲名門立伝シリーズ、出羽の海部屋、ガスガの部屋 P25、この場所。 7日目から、双葉山の69連勝は始まっているが、6日目の、玉西北上門線の前に土をつけたのが、深海だった。朝日新聞1976年2月17日付、東京本社版、有刊8ページ、水野直文、京水貧編著、平成22年版大相撲力士名鑑共同通信社、2009年、74ページ。ありがとうございます。